こんにちは。整体ニコニコサイナーズです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあたり改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで、散髪に行ってきました。行きたてです。はい。ということで、今からですね、今日はですね、夜間をこう持ってですね、夜間とかそういう重たいものですね、そういったものを持ってこう水じゃなくてこう移し替える時とかですね、上路でもいいです。移し替える時に、肩とか腕が痛い。で、これをですね、改善する、ストレッチについてお届けしたいと思います。で、これはですね、夜間持ったりとか、お鍋持ったりとか、いろんなものを持った時に、肩とか腕が痛いっていうのにも応用できますし、それを改善させ、その痛みを改善することにもつながりますし、それが出ない。根本的に改善するための、方法とにもなってきますので、ぜひですね、このストレッチをマスターしていただければと思います。で、このストレッチなんですけども、これ肘くるくると言います。肘をくるくるします。で、どんな風にするかと言いますと、まずこの夜間とかな、重たいものを持ちます。持った時に肘をですね、こうくるくるします。くるくるして、ここは持ったままですね。持ったままくるくるして、で、なんか注ぐということをしていただくといいです。で、この肩が夜間を持って重たいものを持ってこう持ち上げた時に肩とか腕が痛いというあなたはこう持った時にですね、こうなっちゃってですね、見やすく言うとこうなっちゃってます。まあ肘と肩、ここがですね、両方上がっちゃってるんですね。で、そうすると、肩とか腕が痛くなるということになります。と思いますよね。なんでだろうと思いますよね。これは重たいものを持つから普通肩とか腕が上がって当然だし、ここに力入れないと持てないよっていうふうに普通は思うわけです。で、私も最初はそう思ってました。ですがこの肘抜きといって、肘くるくるですね。肘くるくるができるようになりますと、この肘くるくるができるようになりますと、肩が上がらずとも、重たいものを持ったりってことができるようになるんですね。なんでかというと、結局この肩が上がっちゃうってことはこの肘が全然生かされていないわけです。それが肘をくるくるすることによってちゃんとこの肩の力を肘を通して伝えることができます。そうすると肩をですね、上げなくてもちゃんと強い力が出るようになるということなんですね。ですからこの肘をくるくるしてほしいんですけども、いきなりこうくるくるならないと思いますので、まずはですね、こういう台でもいいし、床でもいいんですけども、こういうところに手を置いていただいて、手を置いて、それでこの状態で肘をこう、くるくるします。くるくるします。ちょっと見た目でもいいですかね。ちょっとここをですね、まくるとですね、まくると、肘がこうなってますね。で、これを、こうしたいわけですね。こうくるくるしたいわけです。ですから、こう置いたときに、こう、くるくるすると。こんな感じです。こんな感じ。前から見ると、こう置いたときに、こう、くるくるする。こんな感じですね。で、ほとんどの人は、これが、なかなか最初は、スムーズに動かないんですけども、ゆっくりでいいんで、ちょっと手でこう持ってもいいですから、ちょっとこうね、軽くこう、誘導していただいて、じゃあ動くと思いますから、それでくるくるしていくと。で、ポイントは、できるだけ、力が入らない状態。力がだらーっと抜けた状態でくるくるすると。どうしてもこれ、ちゃんと回そうとすると、こう思いっきりね、力入れてグッてやっちゃうんですけども、そうすると力が入っちゃうんで、ある程度は動くんですけども、それ以上動かなくなっちゃうんで、まずはこれを脱力して、ゆっくりです。ちょっと早くやっちゃいましたけど、ゆっくりこう、動かしていくと。で、肩はこうなったりとか、こうなったりはしないということですね。肩と手はですね、止まった状態で、できるだけだらーっとした状態でくるくるしていくと。で、こういうので練習していきますと、こう持った状態でもですね、できるようになってきますね。そしたら、この夜間とか、重たいの持った時に一回こうくるくるします。で、くるくるして、こう持つと。で、肩上がらずできます。これはただ普通に持って上げようとすると、こう肩ごと上がっちゃって痛いということになりますので、ぜひ、このくるくるをやってですね、ちょこっとずつ、最初は、
できないです。私も全然できなかったです。で、最初からできる人は、いないので、いないので。なので、そこは、焦らなくていいので、ちょっとずつ、ちょっとずつ、そうだったと思い出すときにやってみてください。ということで、今日はですね、夜間持ったときに、こう、注いだりするときに、肩と腕が痛い、の改善方法、改善ストレッチについてお届けしました。膝くるくるです。またやってみて分からなくなりましたら、コメント、メッセージいただければと思います。ということで、散髪。仕立ててお届けしました。ということでありがとうございました。